皆さんこんにちは。経年のポール神田です。今日は2017年12月15日金曜日です。暑い。いやー、日本はねもう寒くなってると思うんですけども、このクアラルンプールマレーシア暑い。もう半袖半ズボン、もう5分歩くともう汗だくですよ。もう本当にこれからもう本当にプール入りたいと思いますけども、まあマレーシアが一体どんな場所でクアラルンプールがどういうところかっていうのを僕考えてみるとあんまり説明してこなかったんで、これからしっかりとクアラルンプールがどういう場所でどんなことができて、大体どれぐらいで生活できてね、昼の面白さから夜の面白さまでいろんなものをレポートしてみたいと思います。まずは何といってもね、今モントキアラというところにいるんですけども、高級住宅街で、コンドミニアムだらけです。もうあちらこちらがもうなんかね、東南アジアのイメージ変わりますよ、ここに来ると、もう常にこういうね、主営さんが24時間待っててドーンとこういうね、日本だったらオークション、日本だったら絶対オークションみたいなところがいくらで住めるか、だいたいね月額3000から出せば3000リンギット、だいたいね28円なんですけど、ややこしいから3かけて3が9万円、もう10万円切るだけで 3LDK、2000スクエアフィートだから180平米3ベッドルーム、基本3ベッドキングサイズクイーンシングルみたいな3部屋基本で、2バス2シャワー当たり前、さらにプールジム全部ついてます。それで10万円切ってます。これね、なんか日本にだけいるのもったいないです。で、何が一番すごいかというと、日本人のそのパスポートがあるだけでこのクアラルンプールには年間180日、まあ1回は90日なんですけれども、1回90日の3ヶ月ルールっていうのがあるんですが、1回滞在は3ヶ月なんで90日になると一度マレーシア出ないとダメですね。でもね、マレーシアから出るのはインドネシアとかタイが近いんでそんなに難しくない。安い時は2000円でありますからね、飛行機行って帰って4000円、とりあえず1回それで出ればまた90日滞在できるということで、90日かける3回3クール、違う3ヶ月ルールで90日ね、2回で、あ、そっか2回だ、そう6ヶ月ね、計算できてない、肉18、そう、年間180日泊まることができます。泊まるっていうか滞在することができます。だからね、まあ年のうち半分こっちっていうわけにいかないかもしれないですけども、3ヶ月だけでも、ちょっとなんか休み貯めたりとかいろんなことをして、年間3ヶ月だったらいくらだ、10万円、30万円、住居費30万円でしょ、30万円で3ベッドルームあるんで、ね、それを誰かとシェアするとかでやれば、ね、3家族、2家族か、まあシングルルームちょっと難しいんで、2家族で、例えばちょっとだけこうね、子どもの英語の勉強とかいろんなことも含めてマレーシア、クアラルンプールに住んでみるっていうのはすごいいい手だと思います。で、一番いいのは、ここがいいのはまず食事が困らない、いろんなのがあります。タイとか行くとね、やっぱりある程度こう辛かったりとか偏るんですが、ここはタイもあるし、インド料理もあるし、中国料理もあるし、マレー料理もあって、日本料理も当然あるので、その人種がいろいろ混じり合ってるんで、割とこう食はすごいいろんなものがぐちゃぐちゃになってますよね。で、まあ、基本的にあのご飯とお味噌汁があって漬物があれば僕結構何でも平気なんですけれども、まあそれで自炊すればもう本当かなりお安く暮らせます。で、車も
なくても今グラブタクシーとかウーバータクシーで、今日なんかはあまりにも近すぎて100円ぐらいの距離なんで逆に歩いてます。もう100円でわざわざ呼んであげるのかわいそうな気がしてあまりにも3リンギットとかの近い距離で待つよりは自分でこうやって歩いてみてね、でこれでこういう風なビデオを撮りながらシェアできるような感じがあるといいかと思います。こうやって言ってる間にこうやってね、査定ステーションとか、ここもメリディンっていうコンドミニアムですね。でこれからモントキアラのこの中心街に向かって歩いていきたいと思うんですけども、何よりもねテニスはお金一切かからない、コート代ただ、どこでもコンドミニアムの中にはテニスコートがあります。それすごいですよね。あとねゴルフも安いんで、僕ちょっと全然ゴルフやってないんで、今回はねゴルフもちょっと、クラブ新調してやってみたいなとか思ったりはしてます。こんな感じでいろいろ日本語で、日本語もそうだけども英語もね結構バンバンいきますから、このビデオ見てると英語が喋れるようになるかもみたいなね。まあ僕自身がもう本当に30年間英語をやってて苦労してるんですけども、その中でデタラメ英語でもなんとかなるっていうところで、ね、紹介していきたいと思います。もう世界はねもう本当にね多分気持ちがあれば通じるんですよ。デタラメ英語でも十分、もうネイティブ並みの発音なんて誰も、クアラルンプールですよ、誰も喋ってない。でアメリカとかねオーストラリアとかカナダとか英語が喋れないともう相手にされないですけども、こっちはね英語喋れなくても辛抱強く待ってくれるっていう寛容性がすごいある、そこは助かってます。よくやってる登録はこちらみたいな、こっちかなよくわかんない、多分こっちだと思う。これね iMovieiPhone で撮ってるとどっち向きになるかよくわかりません。一応こっちにしとこう、登録してください。さっきね撮ってたのは iPhone の 6S、なんですけれども、それで撮ってました。で今はこれでキャノンのアイビス、なんて言うんだろう、アイビスミニ X ね、もうこれディスコンになってしまってるんですけども、そこのところで、のカメラで撮ってます。さっきの、これどっかリンク貼っとけばいいと思いますけども、 iPhone6S と、まあ、6S に今頃使う、 6S じゃないな、6だね、のもうほったらかしといたやつとビデオマシンとして復活させて、サイズがちっちゃくていいんですよ。あ、言いながらどっかにしまったまあいいやね。それとこのアイビスミニ X、 多分マイクはこっちの方がステレオになってると思いますが、でいけるのと、あとは画角がこの距離で、ちょっと手を離すとかなり画角広いですね。この感じでですね広角で撮れるからすごい便利だなと思ってますね。あとマイクもこれつけれるのかな、まあマイクなくても臨場音も結構あるんでいけるかと思うんですけども、この違いをちょっと確かめてみたいと思います。でまあメインカメラをどっちにするか、一応ねビデオカメラとかもそうなんですけど、やっぱりこういう自撮りで考えたらいちいちね自撮り棒を持つの嫌なんですよ。これ一番いいのは手ですよ。自撮り棒なしで自撮り棒のこの画角、ドローンが前飛んでくれてるのと同じような感じで、まあ一人でこうくっしゃべってレポートするみたいな形のものはこれで十分かもしれないですね、いやーでもこんな感じでちょっと男と画角を先ほどの iPhone6 の画像と比べてどっちがいいかを検証してみるビデオでした。